5年10月9日は日本の小説家、文芸評論家、大分県大分市出身、本名は後藤敏夫。戦後の一時期の筆名は白井明。戦後は中間小説の分野で活動し、息子の青春、妻の青春などを出版し舞台上演され、流行作家となった。父が先に溺れたため、家業の雑貨賞が破産。このため母が、 宝石工場の助行として、家計を支えた。1916年、旧制を置いた中学入学後は、銀行家の尾の家の住み込み家庭教師として働きながら、苦学し1919年、第五高等学校に入学してからも、尾の家の援助を受ける。東京帝国大学法科中退。三島幸男と林の出会いは、1947年6月27日。 新友館編集部であった。当初より3頭は、林に好感を持ち、進行を続けた。林への所簡で、自身の文学論や高見純ら左翼的文断人への、憤慨などを吐露する。三島は、同じ東京帝国大学法学部出身でもあった。林を常に尊敬し1963年に、林ふさお論を書く。三島は、 1966年に対談、対話、日本人論が実現した時には感激したという。1969年に対談、現代における右翼と左翼を行っている。だが、対話、日本人論の時点で天皇間をめぐり意見の相違がやや現れた。林が天皇にも人として過ちはある。天皇に逆賊と言われたら甘んじて軽視すべきです。 恨んではいけない。と主張したのに対して三党は僕は天皇無病説なんです。僕はどうしても天皇というのを現状皇帝のシンボルにするのは嫌なんです。天皇は現状皇帝のシンボルでもあり得るが一番鮮明な革新のシンボルでもあり得る二面性を持っておられる。今あまりにも現状皇帝的ホームドラマ的皇室のイメージが強すぎるから 鮮明な革新の象徴としての天皇制というものを僕は言いたいということです。と語った。最終的には林も三島のその考え方に同意し革新のシンボルになります。これからも必ずなりますと賛同している。三島は自決寸前の1970年9月には徳岡隆夫に林さんはもうダメだ。 右翼と左翼の両方から金をもらっちゃったと言い,い、失望の色を隠さなかったという。ただし、これについて、徳岡多夫は、改装期、五水の人、三島由紀夫式において、三島は縦の会の活動で思い詰めていたがゆえに、林側の事情と行動を誤解したのではないかと推測している。林は、1971年1月24日に、築地本願寺で行われた。 三島の本草、告別式に際し、長寿で、満開の時を待つことなく自ら散った桜の花、日本の地滑りそのものを食い止める最初で最後の、貴重で有効な人柱である、と確信しておりますと述べてその死を言いたんだ。有告期の道筋をつけた。晩年は、何冊か、関連著作の執筆、編纂、出版にあたり、月刊誌、ロマン発行にも、参与、 民族派の論客としても活動し続けた。闘病生活を送りつつ、高等論や最後を高森語録などを執筆した。応答は戦争肯定論は、中央公論1963年9月号から1965年6月号にかけ連載され、単行版は番長書房2冊で刊。様々な再刊を経て、2001年に夏目書房で再刊。 夏目処房の倒産により再度入手困難となった。2014年に中高文庫で初めて文庫再開された。林はあえて敗戦占領下に GHQ により使用を禁じられ、占領終了後もタブー視された王東亜戦争という名称を用いた。皇帝論の中心をなす主張は、幕末の高下年間以来の日本近代史を、アジアを植民地化していた。 欧米諸国に対する反撃の歴史である東亜百年戦争と把握している点にある。そして1945年8月15日に終わった大東亜戦争はその全過程の帰結だったとしている。さらにその過程における原動力は経済的要因ではなくナショナリズムであったとし、それの集中点は武装せる天皇制だったとも提起している。 ありがとうございます。